人気が高まるふるさと納税、魅力的なのがこうした地方の特産品などがお礼として届くことです。都内にはですね、こうした手続き、それから納税先などを相談できるこうしたスペースもできています。ふるさと納税は自分の出身地や応援したい自治体に寄付をすると住民税などの控除が受けられます。ご相談自体はおよそ900人くらい、体験型といいまして、地域を訪れてアクティビティを楽しむことができるタイプのお礼品が増えてきております。ふるさと納税をした理由を聞いてみると、私出身が佐賀県の有田なんですよ、うん、ですから、うん、そちらの方でふるさとのものが添えてくるっていうのはお気持ち的に嬉しいですか？嬉しいですよ。もう本当に未だに何でも何かあるとやっぱりふるさとの有田がどうしてるかしらと思いますのでね。こうした特色ある返礼品を出しにくいのが東京23区。ふるさと納税制度の影響で税収が大きく減少しています。NHK が東京23区の各区に取材したところ、今年度の減少の見通しは合わせておよそ130億円に上る見通しであることが分かりました。これは前年度の5倍以上です。物欲、肉食欲によってですね、この蹂躙される、ここまで蹂躙されるってことになるとですね、自治体としての経営上の危機感もあるし、我々にとってはふるさと納税というのはとっても遺憾な仕組みだ。減少額が最も大きかったのは世田谷区、16億5000万円です。世田谷区は新年度平成29年度は区の一般会計のおよそ 1% に当たる30億円に上るという見通しを明らかにしました。16億の影響額は保育園5つ分なんですね。でこちらになるともう学校一つ分になります。もうすでにこの現在の段階でもう限度は明らかに超えたんではないか。町の人たちは、今住んでるところも大切にしなきゃいけないでしょ、もちろん。だからそういう意味では日常のいろいろ被ってるのは住んでるところですよね。ここに落ちる税金がいっちゃうわけでしょ。それがちょっと引っかかってる。税収がまあかなり格差があるっていうのも事実なんで、できる限りまあ地方の方に協力した方がいいのかなっていう。こうした状況を変えようと、中野区では去年10月から返礼品を送る取り組みを始めました。区ゆかりの品だけでは限りがあるため、日頃交流がある自治体の特産品を用意。人気は甲州市のですね、ここはウイスキーの3本セット、この辺ですね。あと北方のお酒ですね。青森のハンバーグとか、この辺が人気になってますね。先月までの3ヶ月余りの間に850件近くの申し込みがあり、集まった寄付金は合わせて1650万円に上ったということです。23区のうちの15の区では現在ふるさと納税の制度で寄付に対する返礼品は送っておらず、今後多くの区で新たに返礼品を始めるなど対策に乗り出す方針です。これも甲州市ですね。甲州市のビーフ、公共施設のですね、老朽化も含めてですね、これから行政の需要が非常に首都圏の場合多くなってくると、税がもう移転して動いてしまうと、いうことについて非常に危機感を持っているところですね。